セフォラはフランスの LVMH モエヘネシー・ルイ・ビートン参加で化粧品や香水を扱う専門店。1970年にパリで創業し1997年から LVMH 参加。顧客が幅広い商品をブランドの垣根を越え自由に手にして試すことができるのが特徴である。パリ市内ではシャンゼリゼ大通り、サンジェルマン大通り、 リボリ通りのパリ市庁舎界隈、オスマン大通りのギャラリーラファイエット界隈以外にも各所に路面店舗等がある。1998年、ニューヨークに1号店を開いて北米に進出。さらに1999年からはアメリカを皮切りにオンライン販売に参入した。現在27カ国に1300を超える店舗を展開し、 アメリカでは2006年から百貨店 JC ペニーの店舗内にも出店している。日本では1999年11月、東京都中央区銀座の松坂屋並びに1号店をオープン。7店舗まで拡大したが、業績不振により2001年12月までに全店を閉鎖し撤退した。不振の理由として、シャネルなど、 LVMH グループ外の有力ブランドを仕入れできず、品揃えの面で百貨店に対抗できなかったことが挙げられている。また、駅ビルのルミネイに出店の意向もあったが、日本撤退に伴い見送られた。2001年11月29日付日経流通新聞2面。2017年10月18日付日経 m j 5面。ありがとうございます。